こんにちは、津田直志です。今回は日本テレビの THEMUSIC DAY 2023。こちらに登場した YOSHIKI のステージを見て、僕の知らない YOSHIKI を僕発見した。そんな話をしてみたいなと思います。この YOSHIKI の操作では、僕が知っている YOSHIKI というのを中心にして、YOSHIKI の凄さ、つまり YOSHIKI の魅力を伝えているわけなんですが、今回は、 僕の知らない様式についてなんですね。まず分かりやすいのは歌を歌う様式これは僕全く知りません。今回が初めてですね。もちろんそのプライベート的な時間で、まあメンバーが歌を歌うっていうのはカラオケだとか含めてね、機会はあったんですけども、僕の記憶ではシャウトしてる様式はあったかもしれないけど、 美しくボーカルとして何か歌ってるっていう姿は僕は見た記憶は全くないです。もちろんそのボーカルのレコーディング中にとしくにね、表情や表現についてアドバイスしたりお願いをするときに、こう歌いながら言うときはあったんですけども、あくまでも伝えるためですから、ちゃんと歌ってるわけじゃないです。そういう意味で僕は、ヨシキが歌うんだっていうことを、まあ、事前に文字で見たときにびっ びっくりしたんですよね実際見てみてとてみとも感動しましまたすごく美しくてやっぱりその作品を生み出している本人だからこその表情なんかその都市含めてねボーカリストにこういうふうに歌ってほしいと自分の大切な作品をそういうこうアドバイスというかね指示をするような そういう様子はずっと見てきたんですが、今回の吉木の歌を聞くと、ああ、やっぱりこういう風にね、ヨシは自分が心の中でこういう風に歌ってほしいというのがあって、今までそういう風にね、話をしてんだな、だなっていう風にわかりましたよね。だって実際にそういう歌が吉木自身が歌っていることで伝わってきましたから、そういう意味でとても素敵な時間でした。 歌を歌うヨシキも驚いたんですが、その歌を歌うという決断をしたヨシキに興味が湧いてですね。それについて考えたんですが、やっぱりこれはよくわかります。多分、ヨシキが歌を歌う、そこまで決断をした背景にあるのは、作品への強い思いだと思いますね。エンジェルという作品がリリースを控えていて、皆さんの前で披露して、 そしてエンジェルという作品があるんだってことを伝える機会が今回あったやはり作品がとても大切ででそれを伝える上で自分自身で歌を歌うっていう決断をしたんだと思うんですよね僕も作品を生み出して伝えるので分かるんですけど大切に生み出した作品っていうのがやっぱりその世の中にこう出てからですね一人歩きを始めるまるで 子供のようなんですよね作品っていうのが生み出した人間にとってそしてもう一つ強い思いが込められているのがお母さんへの思い母親への思いですね実はここでキーワードとして親 っていう言葉が浮かびますお母様への思いこれもまた続くレクイエムの演奏で深く胸に届きました今回はティザーで見たあの音よりもさらにね展開が耳に聞こえてきてものすごく音楽的に素晴らしくて僕は感動してやっぱりそこに込められた YOSHIKI の お母様を失った悲しみと人生を通して感じていたお母様への思いというのが伝わって感動したわけなんですがこれも親そして吉木自身が音楽を生み出す元になっているところに大切なお父様との別れというのがあります僕の知らない吉木というのが今もし仮にあったとしてそれを僕は感じ取ってるとしてそこにキーワードとして親というのがあるのは とても大きいことなんじゃないかなと思うんですよね。僕が知っているヨシキはやっぱり若かったですから。若かった頃のヨシキにとって、やっぱりお父様の別れ、父親の存在っていうのはとても大きかったと思います。それが作品の原動力になってるわけですから。そして音楽をする、音楽そのものへの原動力になってるわけですから。ただそれをずっとヨシキは積み重ねてきてるわけですよね。 その年月がどん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 親というものへの思いを強くさせていた。そして昨年、吉木は大切なお母様を亡くしてしまった。その深い悲しみとお母様への思い、人生をかけての思い、記憶。それはもうとてつもないわけですよね。そうするとやっぱり変わりますよね。長い年月かけて吉木のように深く深くそういう思いについて自分に問いかけて自分と会話して作品にしていく。 だから、もしかしたら僕の知らないヨシキというのは、ヨシキにとっての親という存在と、そういう親というものへの自分の思いみたいなものが、僕のよく見ていた頃よりもさらに深くなっている。その結果、現れているヨシキの違いなんじゃないかなというふうに僕は思ったんです。今回、XY も演奏しましたよね。ヨシキもピアノと DJ で参加している。 僕は XY のメンバーへのヨシキの愛情、それから責任感にどうも特別なものを感じているんですよね。そして XY とヨシキにとってとても大切なヨシ君との別れという悲しい出来事。これがやっぱり XY の精神性にものすごく大きな影響をもたらしていると思うんですが、実はヨシ君に ヨシキがアドバイスをしている様子を映像で見たとき、なんとなく僕は、あれと思った記憶があります。なんとなくね、僕の知ってるヨシキと違うなってそのとき思ったんですよ。ヨシキって自分の後輩のミュージシャンや、あるいはアーティスト、バンド、なんかアドバイスする機会ってたくさんありましたから僕見てます。年齢が結構離れたバンドへのアドバイスとか、そういう接してる様子も見てます。 でも何か違ったんですよね。どっか今までだったらそこまでで止めてるようなね、アドバイスをさらに踏み込んでる印象があったんですよね。知らないしきをそこに見た。だからそれを見たときに、ああ、もしかしたら今のしきってやっぱりね、そばで見ていたあの頃よりも何かが変わってるのかもしれないと思ったんです今回、僕は 僕の知らない新しいヨシキに、親というキーワードを感じてます。そうすると、もしかすると、ヨシ君への思いや、それからその注いでいた愛情、それから、XY メンバー全員に感じている思い、それから注いでいる愛情と強い責任感。ひょっとすると、ヨシキも知らないうちに、それはまるで親のような、 愛情と責任感なのかもしれないと急に思ったんですよね。もしそうだとしたら、なんとなく腑に落ちる。そしてそれは長い長い人生を経て、あの頃の良識にない、今の良識が持っているものだとしたら、ああ、これは本当に僕が知らなくて当然だなと思いました。 今回は僕の知らない様式についてお話をしたんですが、もし僕のこの想像が当たっていたら、親というキーワード、それが僕の知らない様式を生み出している。これからの様式に僕は強い期待をね、寄せたいなと思います。楽しみになってきます。なぜならば、もしそうだとしたら、親の愛情、親の責任感、果てしなく深く強いですよね。 であれば、世界で活躍する様式がより強くなっていって深くなっていく。そしてそれが全部作品に投影されていくんじゃないかなと思います。今回はそんな話を皆さんにお届けしました。それではまた。<music>